2%額ではない。ケネディも言ってたし、日本政府もよく理解している。で、ここからなんです。じゃあその上限2%、どこまでのお金が繰り出せるかってことを試算してもらいました。公的な機関に。はい。審議国債発行の上限、政府の借金という形で、政府と日銀が決めた物価安定目標、いわゆるインフレ率は 2%。 2%までで最大限どこまでお金作れますかっていうことを聞きました。で、どういう形で聞いたかって言ったら、例えばみんなに毎月10万円配り続けたら国は破綻しますかということを聞いた。皆さんどう思われます？破綻すると思う？月10万円を 1.2億人に12ヶ月配り続けます。140兆円のお金。これを全て政府債務、新規国債の発行で賄う。 そんなことをしちゃったら円の信認がっていうことになるんですかね。インフレ率 2% 軽々と超えちゃうんですかね。それを試算してくれたのが参議院の調査情報担当室、参議院です。私が勝手に試算したんじゃない。こういう前提でみんなに10万円配って144兆円、これでインフレ率